はいみなさんこんにちは村長です今日は本当は疲れきっていますけれどもでも声は元気ですやっとの思いでやりたいことができました今画面の方に出しているのは先日からやっているうちのメロディーのプレイヤーですまだ今のところチャット GPT 自身が育っていませんので僕のやりたかったことが 全部でできるわけではありませんチャット GPT 自身がいい提案をしてくれないといけないんですがただしですねこここでででで編集もききまますすので音符を作ることができます僕の考えた尊重スタイルコードこの法則に基づいてやればいいわけですけれどもこの50時間の指導にはですねその法則破り いわゆるチャット GPT は必ず同じ回答をしてくれませんよね。例えば、すごくイレギュラーですけれども、これがハイフンであったりとか、もしくは、どれかがこういう鍵括弧じゃなくて、縦棒であった。こういうようなイレギュラーが発生します。それでも、この変換ボタン、もしくは、リッスン、セーブ、どれかのボタンを押すと、自動でこれを 元に戻してくれますはいこのようにする整形にですね今まで僕がやってた方式ではですねスペースを取ってそしてハイフンを取ってとかいうような順次方式ででやっていたわけですシーケンシャルとも言いますけれども人間ってこれがですね区切りが例えばスラッシュであろうがであろうが何であろうが。 あ間違ったんだなこの書いてくれた人はと思えるじゃないですかそれをプログラミングで実現しましただから人間ならまあ少々のことは曖昧でもですねあるルールは必要でしょうけどね例えば音程と長さというのが対になってるんですけどこれが逆であれば難しいですよねでもそれはまあエラーとしましてほぼほぼの チャット GPT が出してくれる回答に対してはうまくできるようになりました。そしてです。僕はそんなだけのために50時間も寝ないでやったわけではございません。今までの公開している機能に3連符とそして付点なんとか音符みたいなものそれもダブル付点それもできるように考えたわけです。 今画面を見ていただくと 8t というのが3つありますここの部分ですねはいこの 8t というのが3連符トリプレットの略ですこれができるようになりましたちょっと聞いていただきましょうはいできましたねこれちょっともう少しいい音で聞きましょう これが MIDI で書き出したものですはいこのようにできるようになったわけです次です今のは3連符でしたよねそれを複雑に混ぜたものをお見せしましょうはいここに D8 というのがありますこれは不点8分音符ですそしてその 後に16部がありますまたその後というふうにこれでどういうリズムがきらめるかというとタッカタッカですそしてその後に3連符がありますちょっと同じ音程では面白くないので変えておきましょうかこれはミの音にしておきましょうミーと0にしましょうかこれはですねこれで聞いてみましょう このようになったわけです。MIDI の書き出し、先ほどはやりませんでしたが、このように s a v e a s MIDI というボタンを押していただくと、はい、このようなダイアログが出ます。ダウンロードホルダーに固定でブラウザーを設定している人は、もうダウンロードホルダーにダウンロードができるようになります。これを保存しましょう。はい、そうしましたら、先ほどの MIDI のホルダーに ミディといいうのができていますこれがその音ですちょっと真ん中にやりましょう今のものを聞いていただきますこんな感じにですねなったわけですこれでほぼ音楽記号のですねリズムの部分ですね四分音符であるとか八分音符そういうものが全部できるようになりましたあとは もう少し僕のプロンプトジェネレーターですね。プロンプトジェネレーターというのはこちらのメロディープロンプトジェネレーターのことです。はい。これですね。これでどのようなプロンプトがここで出てくるか。そういう3連符とかも上手に使ってくれというふうなことにもう少しアップデートをしていきたい。そのように考えています。では皆さん、ぜひとも このチャット GPT を使ったメロディーを作るという多分世界初の試み文字を音に変えるというこの方法でウェブアプリということで外出先ででもちょっとアイデアをひねり出すことができますのでぜひ無料ですので使ってみてくださいやっと一段落しました村長でした